青木いつまれは、日本の女子プロレスラー。島根県浜田市出身。島根県生まれ。プロレスラーを志し、大阪のローカル団体である、ジャパンプロレス2 0 0 2入門。ただしジャパンプロレス2 0 0 2は、男子レスラーしかいなかったため、2017年1月より、東京に滞在し、例な女子プロレスに3ヶ月で稽古した。4月16日、大阪府泉市にある、 商業施設、コムボックス、光明池内の特設リングにて行われた誠戦で、プロデビュー。6月11日、シークレットベース、対正沖縄会館大会で、神田愛美と対戦。6月18日、レーナ女子プロレス、ザ・トレジャーボックス2017春夏、東京、ベースメントモンスター、王子大会で東京初試合。その後は7月16日、 道頓堀プロレスのバトルロイヤルに出場。8月26日には、シアタープロレス、広島課長風月、マリーナホップ大会で、祭り関ゆきこ先生を行うなど、関西圏を中心に活動。OZ アカデミー、シードリング等にレギュラー参戦し、活動を拡大。2020年3月31日をもって、ジャパンプロレスに戦を退団。 同4月1日より、同郷島根県の先輩である、日高香織人の個人会社、ショーンキャプチャーとマネジメント契約し、所属第一号選手となる。2021年1月16日、ウェーブ、新宿フェイス大会にて、門倉凛と組んで、ウェーブ認定タック王座獲得。5月9日、OZ アカデミー、新宿フェイス大会にて、倉垣翼と組んで、 OZ アカデミー認定タッ王座獲得。ウェーブ認定タッ王座と合わせて2冠となる。8月22日、セイビグリーンホール大会にて666に、初参戦。新生日高屋として活動する、宮本博史向き、遠藤豆を相手に3ウェーマッチで戦い豆から、勝利。プロレスリングウェーブ OZ アカデミー、ありがとうございます。